政府が39の県に対し緊急事態宣言を解除したことで、県内でも多くの業種の休業要請が解除されました。多くの業種で休業要請が解除され、初めての週末を迎えた今日、神戸市内では解除前よりも多くの人の姿が見られました。不安な気よりもちょっとなんか落ち着いていく方向にあるのかなっていう安心の方が私はあるんですけど、子供も生まれないといけない時期にも入ってきているので、ちょっとずつ運動しないとってところで、ちょっと場所を考えながら運動してて、はい、三宮の高架下で昭和13年から営業を続けるこちらの串カツ店では、営業再開に向けて準備を進めていました。二度漬けを今はちょっと避けるために、直接お客さんにかけていただくように、少しでもちょっとリスクをね、少なくするために、なくならない限りは通常のはちょっとできないかなと思う。客が入れ替わるたびにテーブルを消毒するなどの対策を行い、あさってからの再開を目指しています。先月15日から休業を続けている元町映画館は、解除となっても配給会社からの手配が間に合わず、上映告知が行き届かないため、すぐに営業再開とはいかないようです。再開するとなると、やっぱりその感染予防に努める、これまで以上に努めるべきだと思うので、ちょっとその対策にじっくり準備をしたいなと思っております。元町映画館は入場を半分に制限するほか、上映間隔を空けるなどの対策を行った上で、今月30日からの再開を目指すとしています。